中国の筆跡一覧では、有神以来、新来までの中国の筆跡の一覧を示す。時代ごとに、名称、年代、筆者、書体、所蔵場所などを記す。詳細は、中国の書道神を、参照祭をかたどった、院代末期の手記。名文は4行、27字で、書風は、甲骨文に比べて修麗であり、横角が少し右上がりである。 名文に陰末の東方侵略に関する史実を含んでいるが、このように大事件を書くことによって時期を示すことも引退によくある書き方である。同行年間に三島少女張り権山から出土した。詳細は中国の書道史集及び中国の初回一覧集を参照集代の最も早い時期の同期。 名文は8行78字であり、陰の甲骨文に似たところが多い。修大初期の同期、名文は8行67字である。青州時代初期の同期、名文は12行110字である。民国になって落葉付近から出土した。青州時代前期の同なえ。かなえとしては極めて大きな例で、名文は19行291文字である。 同光年間、小雨帝と共に出土した。青州時代後期の土奏へ。器の高さが100センチメートル余りあり、現存する最大の奏である。名文は28行、291字である。真の高所年間、先生小記残券から、小国帝と共に出土した。青州時代後期の土奏へ。 全高 53.8cm、合計 47.9cm、重さ 34.7kg の大型の器である。名文は現存する。金文中、最も長文で、32行、497時に達する。青春版記は、時代が崩れ、緊張感のないものが多く見られる中で、この名は引き締まった正しい文字で書かれている。同行年間。 先生小記山権より出土した、青州霊王時代の銅板。三とは、氏族名で、同時に、その支配していた国名でもある。名文は19行、350字で、版の内定に出されている。文字は、通例の金文に比べて、字型が扁平で、右下がりの傾向がある。このような書風の金文は他に見ることの少ない、珍しいものである。 出土の事情は不明である。名文の内容は、伊水南岸沿いに、三子と使とが隣接して、所領を持っていたが、市側が三子の有を信仰したというので訴訟となり、結果、市から三子に賠償として、伝道を送ることになった経過である。さらに文末には、その引き渡しを得ての市側の制約文がある。青州時代後期の銅版、は、国名、期は、 兄弟の中で最年少の者の、四白は、人名でこの器の製作者である。版は普通、円形であるが、この版は角に丸みをつけた、大円長方形という珍しい形をしており、口径は118.2センチメートルある。名文の内容は、王の聖伐の功績を称したもので、八行、104字が、縦約83.5センチメートルに収められている。 時間と行間を大きく開けて並べてあり、引き締まった縦長の点書に近い文字とやや古い漢字のする扁平の文字が混在している。同行年間に先制賞備券でマグサの桶に使っていたのを発見された。詳細は中国の書道士旗及び中国の書家一覧旗を、参照詳細は中国の書道士全館及び中国の書家一覧全館を、 三省国籍全館最古の書風はほぼこれであるが、ところどころに旗点に近い文字もある。文島の二22年に諸説あったが、全館の長を、水の22年ということになった。同行年間に湿度。縦 125.0cm、横 30.5cm。文は宮殿の建造物が完成したことを記している。書風は、例書としては、 早期のもので、天書の筆位が残り、恋が多い。年の字の末筆を、特に長く伸ばしている点は、木管などにも多く見られる。12世紀、極府の孔子病の回収時に出土。産業13時。縦 24.0cm、横 25.5cm。母筆の洗礼と推測されている。円筒の長石に、川平成3年8月定外。 タイラユーコウと二行二国している。木簡詳細は、中国の書道指針を三章兵規模のみ出し札で、木徳とは、横幅の広い木簡のこと、霊気比などの書風に近い洗練された霊書である。塚バカを作ったことを記念し、記したこれで、古があまりある傑作である。試験国典、大鳥三年に始まる三十五字を、七行の境内に配している。三刀章。 県で発見された。縦45センチメートル、横70センチメートル。詳細は、中国の書道士五漢及び、中国の書家一覧五漢王三省先制省、漢中の石門という渓谷中にある、間外秘。大技で159字あり、書風は、天書から霊書に移る、過渡的な書体で、すこぶる変化に富んで、スケールが大きい。羊毛文石門省。 用毛文章とも言う、開通法宿国籍と同じ崖壁に刻された長い日である。石門を開き、道を開通させた、司令行為の用毛文の功績を記したもので、開通法宿国籍の時代に開通した道路が、再び壊れ、普通になっていたのを再開した時の石文みである。これに近い文字も多いが、古来、霊書の傑作とも称せられ、学ぶものが少なくない。 アザダイは9センチメートル。全名は、路上官直作り工病霊気比という。孔子病内にあり、歓迎中でも、新品第一とされている。碑文は、官邸の長年2年、路上の官直の功績を述べたもので、正面にちょっと名と官直位確認の題名が16行、各項36字で刻されている。裏は3列、各列17行、右側は4列。 各列4行。左側は3列。各列4行に、検品に際して拒禁した人たちの感触、生命、金額が刻されている。決体は、片生で生命、音楽な線を主張として、霊社の正当派の極地といえる字で、八分霊の極限を示した高い気品がある。全名は、大山とい、甲中比という、高子病内にある。高中は、 孔子の十九世の孫で、累進して、大山といとなり、大山軍の族との鎮定に功績を挙げた。延期六年に六十歳で没したが、この石文は、その翌年、彼の元の役人や門政が彼の徳を称して建てたものである。日学は、天書で、宇か大山いくんとい航君の人二行に書かれ、碑文は十五行、各行十八字である。 裏には、門政懲り名と一行に書かれた天学があり、その下に、門政、懲り、弟子などの名が三段に刻されている。書は、修麗な八分で、調達、寄品がある。風達山人も言う。風達山は、河北省元市県の六つの神山の一つで、それぞれの山には、その、山の神の聖徳碑が建てられ、資産降産碑、三弘山碑、無極山碑、 白石新君碑、風達山章の五つは、元氏の御妃として、古来有名である。ただし、無極産碑の未興伝存していない。この石文は、被学がなく、第一行に表題として、元氏風達山の章の七字があり、十六行、各行二十六字が刻されている。碑文には、祭司が、新皇王の時代に廃れ、延期七年に降る。 死を修復し、祭祀を復活させて、神徳を称したことが記されている。火山病碑とも言う。元先生小華院圏の清学山病にあったものを、高能軍の軍手である、縁愛が、旧碑に基づいて建てたものである。原碑はすでに失われて、拓本だけによって知られている。拓本の中でも、最も著名なものは、 長円本、貫中本、指名本の3種である。長円本は、河南省庁柿のオーブンが所蔵していたが、欠損した文字はわずか20字で、最もよく保存されている。昭和4年8月、中村不設の所有となり、現在台東区立書道博物館に保存されている。貫中本は、先生省貫中の篠の目駒、雲雛�兄弟の所有していたものである。指名本は、 石膏省、氏名の豊か広氏が所蔵していたもので、両本とも百字余りの欠字がある。古来、採用の書とか、各香り札の書とか言われているが、確証はない。慣例として代表的なものの一つである。全名は、露章氏や下志向師総名という。二日からなり、死やした後、石踏みと合わせて、死やした石踏み、または、死やした前後日という。の 六国の姿であるしあしたが、孔子病の採点を盛んに行ったことを表彰したもので、三島省局府の孔子病前に建てられている。碑文は、十七行、各項十六字で、字の大きさは三センチメートル、金元短生な霊書である。全名は、露章氏あした郷講師病碑という。死あした全碑の裏に刻されていて、内容は、全碑根流の由来で、採点が、管理。 講師一門の弟子など907人が参加して、聖教であったことを述べている。また、さらに、講師の旧跡を修繕して、諸施設を設置した管理たちの功績を称えている。碑文は14行1行36時である。全米は、武徒大衆利盛り正教賞という、利盛りとも称す。武軍の聖教の堅牢、大衆の利盛りが開いた功を称える。 魔外国である。章の後ろに、十四い花弁、旧安市阿ざ監督処分とあるので、筆者は旧安市であることが確認されている。筆文は、二十行、各項十二字で、欠字はない。字の大きさは9.1センチメートルで、堂々とした書風で素朴でもあり、慣例の生息と評される。なお、リサカリは、県年五年に、 先制省略二西の関里橋角と甘宿省政権地に近い天井堂を修士したため、政教省の外の関里橋角省と天井堂間外も彼の聖徳碑として伝えられている。全名は司令行為、要順表記という、海通法宿国籍、要毛文赤門省とともに、先制省法上県北の赤門にある間外国である。 零点の期平成2年、この石門を通過した公門の弁玉が、陽盲文石門書を見て、陽盲文の異業を忍び、盲文の孫である、陽順と、その重帝、陽筆の歓暦を記して、盲文の子孫の高まさを祝ったものである。碑文は、七行、各項十五から六字、字の大きさは六点一センチメートルで、書風は遮脱で古説である。全名は、 司令行為露春日という。石文は、元、近京山の露子の墓の側にあったが、後人情見学から、山東省、最年の修学に移された。飛行45.5センチメートル、幅136.4センチメートルで、飛文は17行、各校32時である。額には、観古司令行為中、恵ぐみちち死と記されている。露春は、 山陽正雄の人で、官邸の延期七年指令行為となり、冒頭、石踏みは、その翌年、懲り、門政ラによって建てられたものである。筆格は、宝彦賀である。なお、憲品に関係した人たちの名を裏面に刻んであるが、その中に、妙という字が総書体で書かれているのが珍しいと、されている。不幸にして早死にした、藩人氏を衝徳するために建てられた。養子系は、 この悲鳴は、逸英費より品格が上である。と評している。詳細は、北平ら設計を参照例とが、継書の文字の異文を正して定め、これを石碑に刻して、洛陽の王の学部門外に建てたものである。刻された継書は収益、少書、露紙、儀礼、春秋、供養伝い、論語の七つであるが、その後の戦乱で破壊されてしまった。近年、 多数の残石が出土して収蔵家の手に返した。石文はは64枚で、表裏両面に霊書で刻され、本文は、毎石35行、各項70から78字で、片製である。上山の層の標準、元司令の大横奥らが、白石新君の聖徳のために建てた石文である。碑文は十六行、各項十五字である。また、天学は、表題の五字で、 碑文は8分を加味した、形成な文字である。全名は、東院霊、朝鮮碑という。三島省国条県の理院らが、前任の県庁で、河南省東院県霊の現職にある朝鮮の特性を叩たたいて建てた石踏みで、秋夜に発見された。石踏みは縦287.9センチメートル、横97センチメートル。天額は、創業で、 元古国上長党員で長君表彰とあり、本文はその下に十六行、各四十二字ある。裏には北起人四十一名の生命職名、巨金額が刻されている。本文には五字維持があるので、元作説もあるが、書は片強しで、古説のため霊書入門として学ぶ者が多くいる。詳細は、中国の書道士、三国及び、中国の書家一覧三国を、 筆者は商用、または、張りくぐいとも言うが、確証はない。処法は恩恵な慣例の流れを組む。総費が定位につくまでの経緯を説国したもので、苦行常尊合僧と同時に混流された。石踏みの大きさは、高さ254.4センチメートル、幅139.4センチメートルで、筆文は22行、各行49時ある。諸者は、 九行常村合奏と同じく商用、または、張りくぐいと言い,い、あるいは永気とも言われるが、確証はない。書体は八分。呉レコ公用軍大祝図覆の日の十二時を三行に、書いた被学の実が残存する。調査軍の西部を分けて、公用軍が置かれたのは、呉の太平二年であるから、この石踏みはそれ以後のものである。書風は、谷明日と同じで、 霊界中間の体である。法上、戦時表は、呉の孫賢が、義の曹操に和信を求めたとき、商用が、孫賢の真意を弁じて、曹操に上書したものである。現在の戦時表は、王義氏が臨書したものと言われ、これを原本として壮大に、潤化学長に告されて以来、当初道長、法剣道長、帝雲官館長、牧地道船長、 多摩遠道町などに刻されている。したがって、商用の親戚とはかなり隔たりがあると推測される。精神の末の戦乱の時、王道がこの親戚を身につけて南方に逃れ、後、王義氏に送ったという。小木直表は、戦時表とともに、紹介の名品とされ、商用の代表作である。内容は、昭洋が皇帝に書いた上層文で十九行あり、 こうごとに十時から十二時で構成されている。末行に、起発二年の署名があり、これを信じれば、七十歳の時の作品である。親戚本が、北創生頃から知られるようになり、秋夜に、新商最長に、国入りされて、有名になった。他に、三木道北条などにも、国入りされているが、新商最長の時が最も精密とされ、濃い豊かな筆意を味わうことができる。 この作品は、商用の作品として高く評価する人もあるが、偽物と断定する人もある。九州省は、全館の私有が編纂した辞書で、初めから終わりまで一時の重複もなく、元子供に文字を覚えさせるための教科書であった。関大から南北朝にかけて、広く用いられたもので、商用、交渉、作成の手本があったとされる。玉縁道町に現存するものは、 交渉の系統に属する。詳細は中国の書道士精神及び中国の諸海知覧精神を参照国籍近年落葉で発見された。文教政策として壁用を建て皇帝芝縁が三度、皇太子芝内が二度、この地に臨行したことを商用したものである。碑文は四行、二十三字。裏に立派に関係した書館、学生の使命が刻まれている。 書風は、畑が力強く拡張が高い。法上作成書と伝えられる。月にとは時効に関する手紙文のことで、月見帳は1月から12月までの小総体の手紙の手本である。現在、4.56の3ヶ月を書き、9ヶ月分が伝存する。詳細は、中国の書道士闘神及び、 中国の諸海一覧闘神を参照国籍1877年に洋館元が四川で発見したもので、洋明という役人の両母の神道に建てた決の上部残血である。霊界を交えた諸風であるが、気迫に欠ける。法上詳細は中国の諸道史五個十六国を参照詳細は中国の諸道史南朝及び中国の諸海一覧南朝を 参照詳細は、中国の書道史北朝及び、中国の書回一覧北朝を、参照詳細は、中国の書道史髄及び、中国の書回一覧隋を、参照憲法は、海王六年。久し修士し学国王后先が憲法したもので、超高齢の書と伝えられる。書体は、楷書で、書風は生成音画であり、唐の具性難、貯水量の先行なす。 飛行2 1 5 2トル飛分三30行、各個50字、字の大きさは2 4センチメートルである。22年に検否された、慶法寺碑とともに、随飛の代表作である。海洋12年、森から糸口、張子元東南あたりらが石本家一帯を作り、名を告したもので、上下六段に分けて8分に近い会所が告されている。海洋17年、 隋の文帝の四男の職王、楊衆が、19歳で病没した当主のために、母子の文を戦士長安郊外の竜首山に葬った。当主は、職王、楊衆の次女で、楊子丹麗の歌人であったと言われるが、美人とは、感銘で美しい人という意味ではない。新朝の同行年間の初めに、先生省公平権から出土したもので、母子の文は、会所で21行。 毎行二十三時ある。北儀の母子軍にも優れたものが多くあるが、随代になると一段と磨きがかかり、品格も高い。この星はその中でも極めて美しく、初頭の書と比べても遜色がないと言われる。祖地母子とも、忍受三年。筆者は不明であるが、一説には、党の応用順位の若垣ともいい、馬編が三点のところなども、彼の候補短比に符合する。 書風は金言で、鋭利、再開の夕品である。高書十四年、先生賞カバの条件から出土したもので、文字が鮮明で、まるで深刻のようである。詳細は、中国の書道史諸島及び、中国の書界一覧諸島を、参照詳細は、中国の書道史政党、中東、万島及び、中国の書界一覧政党、中東、万島を、参照詳細は、 中国の書道詞、五代、十国及び、中国の初回一覧五代、十国を、参照詳細は、中国の書道詞総両、金及び、中国の初回一覧総両、金を、参照詳細は、中国の書道詞元及び、中国の初回一覧元を、参照詳細は、中国の書道詞名及び、中国の初回一覧名を、参照詳細は、中国の書道詞清しび、 中国の初回一覧清を参照。ありがとうございます。